ロバート・デールはイギリスの軍人。ヨーロッパ人としては初めて西オーストラリア州のダーリング崖を渡った探検家でもある。イギリスで生まれたデールは、おじであったウィリアム・ダイオット将軍の影響を受けて、イギリス陸軍第63連隊に少尉として加わり、その後西オーストラリア州に新設されたスワン川植民地に赴任した。そこで彼は調査隊長、 ジョン・セプチマスローの補佐役に就いた。当時の調査隊には過大な作業負荷がかけられていたが、デールが所属した4年間に数多い探検や調査を行い、道路整備なども実行した。デールはヨーロッパ人としては初めてダーリング崖を渡り、その先に肥沃なエーボン国を発見し、その地にヨークやノーザムなどの新しい街を建設した。また彼は、 初めて袋アりくイを発見し報告したヨーロッパ人ともなった。1832年にデールは中尉に昇進したが、翌年イギリスに帰国した。その際、彼はアボリジニヌンガー族の戦士で移民者に射殺されたイエーガンの首を持ち帰った。デールはリバプールに落ち着いた。親戚の材木貿易に加わった。彼は後に西オーストラリアからジャラ材を輸入し、 普及に努めた。1853年、デールは結核が原因で亡くなった。デールのスケッチをもとに描かれたキング・ジョージ・サウンドのパノラマ風景画。マンダリングダムの南にある丘は、ロバート・デールから名を取りデール山と呼ばれる。エーボン川の支流にも、彼の名から付けられたデール川がある。デールの生誕年は、通常1812年とされているが、 クックは1809年だったと示唆している。また没年についても、現在では1853年とされているが、古い記録には1856年との記述もある。中古の書物は、本校記述における参照とはされていません。ありがとうございます。